5、6年ぐらい前から毎週の1週間に1回整骨院さんに行ってたの受けてます。今も今も受けてる。で前は後ろに脊髄矯正の先生って初夏先生見たとちょっとこうカットアジャストが2年前に亡くなっちゃったんですから、その先生がもう してもらえないもんだから後ろにおられたんですか。もう髪の毛と僕言ったんですけど、先生亡くなってますから、もう2年、この2年の間は1週間に2回ずっともう365日、うん、髪の毛ずっとかけてるんですけども、うん、やっぱり相変わらず姿直せないもんだから、出ちゃったレーザーとかやっただけで、先生の方に飛行機行こうかなと思って、もう動画ずっと巻いて見てたら、今回こんな巡り合わせだと思うんですからね。YouTube で見たの？3日前から先生、ちょっと興奮して、生まれ始めたときに、3日も勉強してるんですよね。すごく戻って、手が動いてる。僕も、治療で血圧の話したときに、もう500万ベルって言ってた。それでたくさん僕から取って。そんな使ったの？治ったら僕まだ仕事頑張れる。うわ、治らないとダメですよ。あら。もう、すごい気持ちで。腰悪いよ。腰悪いです。はい、もう出てます、レントゲン。まあ、諦めてるんですけど。いやいや、諦めたらダメですよ。1% の可能性があれば治さないとダメです。これがね、もう狭くなってる。本当はこれ空間がないといけない。これはだいぶ前から悪いです。はい、だいぶ前から、はい。これを直します。はい、いやー、悪いのは分かりますよ、これ。分かりました。よし、こっち、うつ伏せになってみて。はい、うつ伏せ。10年ぐらいになったことないですね。足なんかこう見たりするけどバランス置かなくて、はい、あったことないんですけど、はい、すいません。うわー、悪いなこれ。うわ、すごいねこれ。今日一人で来たの？家内と奥さんのとこにいる。こっち来て見てください、この腰、ほらこんなに違うんだよ。腰が悪いのは当たり前。はい、こっち横向いて、横向き、こっち。ベルト外します、先生、ごめんなさい。はい、ちょっと治療しづらいです。はい、失礼しました。申し訳ないです。はい、いいですよ。いやいや、固まってるんです。これを動かしていかない。すごいですよ。これは苦しみましたね、だいぶ。はい。ね。はい、もう、わかりますよ。はい、反対側、こっち側です。こっち側。うん。さっきの女性の感激を見たらね、ね、うつ病が治っちゃうんだ。この近いの後ろ、ここまでは車で20分ぐらい近いね。悪いね。これでね、治療を今やるでしょ。だからもう一回連れてきてくれる、はい、家帰って休んで、はい、5時半ぐらい、はい、2回見ないとダメです、はいはい。どんな悲鳴あげても大丈夫です。
はい。それで動画よりすごいの俺。はい、今いいです。はい、こっち来て。今日2回治療しますから。2回治療したら治療費安いんだよね。治療費は、違います。2万円になります。ああ、5000円。はい、はい、20万ぐらいも もうこの前ね、YouTube の人が3000円で来てて、お支払いはって言ったら、初診料3000円で6500円とかいろいろ言ってたわけ。10万円、10万円僕に渡そうとするわけ。いやー、先生ね、高名な先生に見てもらうのには、10万円かかると思って下ろしてきました。もうびっくりした。価値がうん、価値があると思ってね、もうすごいですよ、いろんな人がもう治ってますからね。はい、力もう少し OK か。はい、楽。はい、ご主人はもう一回20分と言ったから6時前にちょっと家で休んで2回見ます。そのぐらい見ないと治りません。ひどい、びっくりしました。もう一回来て、今日休んで、はい、いいです。あ、いいんですか。最後でいいです、うん、最後でいいです。そっちももう金でも何でもそう言ってるから。いや、また働いてくださいよ、ね、やめようかと思って。仕事が一番なんですよ。仕事を辞めたらダメ、人生は、ね、生きがいを持ったらいい。もう一回直します。いいんですか、大丈夫。これはね、もうレントゲン見たらいかに苦労したか分かんない。ありがとうございます。絶対治るようにします。ありがとうございます。